で、教授が言い寄ってきちゃってさ。嘘。高町大学の学生5人を射殺した後自殺した遠藤誠二容疑者は殺人容疑の裁判で無罪となり、つい先日釈放されたばかりでした。フッ、バカなやつだ。せっかく無罪にしてやったのに。なあ、この前の女たち、ん？シュライエンとかどうして生きてたんだ？さあな。なあ、どう思う？おい、あや。お？なんだ、やっぱりさくらちゃんのことが気になってんのか。あの子はもうここへは来ない。お？何？裁判所、裁判所へ行って。え？早く早く、遅れちゃうよ。あたし、緑。一年い組、葉月緑です。で、裁判所なんかに何の用なの？パパが待ってるの。パパ？そう、刑事なんだ。おお、緑。ん？パパ。緑、その子は？こちら、月夜の先輩。遅れそうだったから送ってもらったの。どうも。そうかそうか。おいお前、緑のボーイフレンドか。いえ。お前悪党じゃねえだろうな。悪党だったら緑に指一本触れさせねえぞ。僕は。ちょっとパパったら何やってんのよ。お酒飲んでるの？いくらパパでも裁判所に酔っ払っては来ないぞ。お、いかん、海底だ。ほら、お前も早くそいつを駐車場に置いてこい。え、あの、僕は。いいじゃない。今日の被告人はパパが捕まえたのよ。え？うん。スルトの野郎、噛みつきやがったんだ。見ろ、その時の傷がまだ。うん？あいつは。ん？あれが被告ね。ああ、野郎、通りまでな。若い女ばかり6人も殺しやがった。目撃者もいるし、凶器のゴルフクラブには指紋がついてる。有罪は間違いないはずだ。よくも俺をパクりやがったな。そこにいるのは娘か。こら、戻るんだ。お前も娘も殺してやる。殺してやるぞ。やろう。弁護人どうぞ。あなたはここにいる被告人があなたを襲った通り魔であると証言されましたね。はい。しかしその日はいわゆる合コンの帰りだった。あなたは多量のアルコールを飲んでいた。そんな多量ってわけじゃ。あなたは被告人のことを前から知っていましたね。いいえ。本当ですか？あの、近所に住んでいることは知っていました。でも、話したことはありません。女子寮の人たちと、あの人変質者みたいと話していたとか。それは、みんながそう言うから、私もつい。
それで通り魔事件が相次ぐようになって、あいつなんじゃないかと思ったわけですか。いいえ。異議あり。今のは誘導尋問です。では質問を変えましょう。あなたは12歳の時、変質者にいたずらされかけたことがある。え、そう。このことは誰にも言えず、自分一人の胸に秘めていた。そしていつの間にかあなたはその時の男と被告人とを同一視するようになっていた。どうしてそんな。なんか変だな。つまりあなたは被害に遭う前から被告人のことを通り魔だと思い込んでいた。だから暗闇で見えもしないのに襲ってきた相手を被告人だと思った。でも私見たんです。いや、あなたは勝手な思い込みで無実の人間を犯人と決めつけている。私無実の人間を犯人にするのですか。びっくりした。いきなり倒れちゃうんだもん。心臓麻痺だって。違う、あいつだ。あいつがまたやりやがったんだ。あいつって？鬼怒川だ。あの弁護士野郎だよ。鬼怒川が担当した事件では、重要な証人が行方不明になったり自殺したりすることがしょっちゅう起こるんだ。たく、とんでもねえ野郎だ。まさかそんな。下げな下げな。お前もつけ、なっ。あの僕未成年ですから。くそ、今日の証人はな、唯一の目撃者だったんだ。もうパパったら。ねえ、聞け。あの子は後遺症で苦しんでるのに無理して証言に出てきたんだ。それをくそ。え、パパ、こんなとこで眠っちゃダメ。もうパパったらこんなに大きい体で子供なんだから。今日は本当ごめんなさい。え、こんなとこまで付き合わせちゃって迷惑だったでしょ。そんなことないよ。本当？じゃあ今度また付き合ってもらいます。え、また裁判？遊園地。ペンゴシやろ。おう、ホミ、こんな時間まで勉強か？うん。ん？弁護士？なんだよお前、法学部でも受けるつもりか？いや。あの犯人も鬼怒川弁護士が無罪に。あの、はい、鬼怒川弁護士に会いたいんですけど。お約束はございますでしょうか。いえ。ではこちらにご用件またはご相談内容をご記入くださいませ。はあ、ん？資料室。探し物かい？おう、君は確か。ストップ。どうやらこの少年は見かけよりもずっと危険なようだ。私は暴力が嫌いでね、どんな問題も話し合えば解決できる。来たまえ。
さあこっちだ。遠慮することはない。ここは私のプライベートエリアだよ。どうした、怖いのか。見たまえ。夜になれば星も見える。まさに天にも昇る心地だよ。しかし気を抜けばあっという間に奈落の底というわけだ。私はね、自信をなくしたり迷ったりしたときはいつもここに立って自分を戒めるんだ。あなたは裁判で負けたことがないんでしょう。自信をなくすなんてことがあるんですか。オルサ、人間だからね。オミ君と言ったね。はい。君はその若さで何度となく人の死を乗り越えてきた。そうだね。どうして私は仕事柄人を見る目には自信があるんだ。ここへ来たのは私に何か疑いを持ったからだろう。だったら直接聞いてくれ。何でも答えるよ。あなたは証人を追い詰め死なせるようなことをしています。どうしてですか。どうしていけないことかね。だって私は弁護士として精一杯仕事をしているだけだよ。弁護士は持てる力を最大限に使い、ありとあらゆる方法で戦うべきだ。もちろん検事も全力を尽くす。双方がそうやって精一杯努力することによって初めて真実らしきものが見えてくるんだ。でもその結果殺人鬼を野放しになってもいいんですか。我々は神じゃない。人間を裁くというのは難しいことなんだ。あんな奴は殺してしまえというのは簡単だが、その人間が生きる価値さえないと誰が決められるんだ。仮に被告人が本当に凶悪な殺人鬼だったとしても、そうなるまでには様々な事情があったはずだ。どんな悪党も同じ人間だよ。生まれつきの悪人なんていない。だからこそ裁判でできうる限りの真偽を尽くす必要があるんだ。それは。なるほど。その結果が常に正しいとは限らない。しかし私はこれが最善の方法だと信じる。それとも君は悪いと決めつけた相手は有無も言わさず殺してしまえとそう思うのかい。僕は鬼怒川です。いかがですか。お仕事は順調に進んでいますか。はい、近々また一人どうしようもない邪悪な殺人鬼を世に放ってやる予定です。邪悪さこそ人間の本性ですからね。さよ。自然な人間を塀の中に閉じ込めていては来たるべき新しい世界は開けませんよ。分かっております。え、シュバルツですか。ご心配はいりません。万一裁判沙汰になるような事態が起こっても私が必ず無罪にしてやりますよ。はい、こちらこそ失礼いたします。大した自信だな。この前も証人を殺したそうだが。人聞きの悪いことは言わないでほしいな。あの証人は偽証していたんだ。その罪悪感に耐えかねて心臓麻痺になったんだよ。なるほど。しかし凶器のゴルフクラブには被告人の指紋がついているそうじゃないか。おお、ご苦労。それをゴルフが趣味でね。昨年起きた連続通り魔殺人事件の裁判ですが、検察側は大久保義信被告に対する起訴を取り下げました。先日の証人の急死に続き、凶器とされていた証拠品が紛失するという異例の事態で、これ以上公判が維持できないと判断したためです。全く馬鹿げた裁判でした。証人も証拠もでっち上げだったんです。これは憲法で保障された基本的人権に対する重大な侵害です。
なんだか妙な話だな。人を裁くのは難しいことなんだ。え？僕たちターゲットのことをよく知りもしないでミッションを遂行しているけど、本当にそれでいいのかな。相手だって人間だ、家族もいるだろうし、悪事に走ったのにはそれなりの理由もあると思うんだ。くだらない干渉だな。どうして？大事なことだと思うんだ。だって僕たち人の命を。そうだ、俺たちは人殺しだ。あ、そんなことは分かってるはずだぞ、オミ。バイスになった時からな。だけど俺たちは法で裁けない黒き獣を倒す。そのためには法律も破る、殺人という罪も犯す。それだけのことだ。ターゲットのことをあれこれ考える必要はない。そうだ、俺たちは正義の味方じゃない。もちろんこんなことをやっている以上、いずれ俺たちも裁かれる時が来るだろうな。だが俺たちがやらなきゃ誰かが泣くことになる。弱き者たちが。俺たちは必要悪なんだ。くそ、釈放だと？ふざけるな。パパ、俺がやっとのことで捕まえたのに、あの悪党。あら、うまい。その助手たち及び殺人犯大久保義信だ。闇の白き狩人たちよ、この黒き獣の明日を狩れ。全員参加でいいわね。オミ、迷いがあるなら降りろ。僕も参加する。やれやれ、釈放されたその日に同じ手口で殺すとは。しょうがないやつだな。娘は生きているそうだぞ。どうせならきっちり殺してこい。きっちり殺す。まあいい。また裁判になり、その娘が証言台に出てきてもこの前の女と同じ目に遭うだけだ。私が弁護する限り有罪になることはありえない。なんだ。では何も解決できないぞ。私の目を見ろ。そうだ、オミ君、話し合おう。話し合う。私は法律を破った覚えはない。いや、仮に私が罪を犯したとしても裁判で争えばいいことだ。キラーさん、あなたのような法で裁けない悪を倒すのが僕たちバイスの役目です。僕は人殺しなんです。そうか、人殺しか。だったら私を殺さない方がいい。いずれ私の力が役立つ時が来る。いつでも無罪にしてやるぞ、オウミ君。これがバイスの裁きです。
炎のような悲しみ癒やす冷たい雨が今夜は降り続く。誰かを愛し誰かを憎み痛めた胸の奥まで染みていく。あの日信じたことそれを後悔なんかしてない。いつか別れること運命の約束だよと。思い出は色褪せず胸に残る。喜びも悲しみも輝きを失わない。時の流れは残酷に全てを歪めていく。君の笑顔も愛の言葉も偽りに変わっていく。あの日君と見た景色は変わらずここにある。だけど再び出会えたこの日を始まりにしよう。君を信じる。たとえ君が俺を忘れていたとしても。